78.0FMNN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 N この番組は那覇町側連携プロジェクトの提供でお送りいたします皆,皆様こんにちは2018年9月21日の金曜日那覇町ファンクラブの時間です改めましてこんにちはじいちゃんです 今日はオレンジマンお休みで、私じいちゃんがピッチリーターで第六十八回の放送をお届けします。<laughs> よろしくお願いします。さて本日九月二十一日はファッションショーの日。今から九十年ほど前の千九百二十七年のこの日、銀座の三越五福店で日本で初めてのファッションショーがあったと。この、えー、ことから着物のファッションショーで。 一般の方から、えー、図案をあの応募してもらって着物にしてなんいろんな女優さんがモデルとなってファッションショーが開かれたということでファッションショーの日ということらしいんですがアメリアさんはいはい、アメリアさんいつもおしゃれじゃないありがとううん。ファッションで気を使っているところとかってどんなのことですかあまりないかもしれません適当に、はい、適当に人の話聞かないので えっと私が似合うだろうと思っているものを着てます。あ、そうなの、はい、だから店員さんには惑わされない、絶対に店員さんがいいと思うもの絶対に買わないあ、そうなんですか、はい、そ,こそれがおしゃれのひ秘密というかコツなわけねおしゃれかわからないけれどもこういうお客さん <laughs> やばいお客さんもいるということです。 さて、那覇町ファンクラブの放送は、毎週金曜日、那覇の商店街から FM ラジオ7 8 0メガヘルツでお送りしておりますよ。翌週には、YouTube で日本全国、世界各地の皆様にいつでもご覧いただけるようになります。那覇町ファンクラブで検索して、過去の番組も一緒にお楽しみください。今日も商店街の面白情報を探しに出かけましょう。 それでは、はじまりはじまりアルゼンチン生まれのマチアッチャーアメリアとお届けしていきましょう オラ、アメリア、どうでした？muy bien、g r a c i a みなさんこんにちは、アメリアです。はい、今日はオレンジマンなんとお休みだから、ね、はい、大変ですね。すいません、ちょっとド素人な私のがオレンジマンの代わりに来ています。はい、ちょっと違う雰囲気の番組もいいんじゃないでしょうか。そうなんです。いいとしましょう。そうですね。はい。 きっとオレンジマン出張先で YouTube で聞いてるかな、はい、聞いてるかな頑張ります、はい、オレンジマンどうにか私たちは頑張ります <laughs> はいあこんにちは <laughs> それでは参りましょう、はい、那覇町宝箱那覇町宝箱では商店街で活躍しているお店の皆さんをゲストにおご紹介しています 魅力的な品揃え、専門店ならではの豆知識、個性あふれる店主の皆さんのお話を聞いてますよ。アメリア、あの今日のご案内をお願いします,す、ねはい。今日はですね、もう本当にこの三名揃うのは初めて、初めてだということを今さっき知りました。20年のお付き合いありますけれども、はい、本日の素敵なゲストはですね、エンジェルタイムのナナン、超セラピース。 超セラピー代表の親里奈々さんです。奈々さん、こんにちは。はい、こんにちは。ね。どうも、ちょっと、おお、落語もした。見え見、ー、え。ちょっと緊張しているんですけれどもね。はい。はい、えー、っと。エンジェルタイムの。なな、超セラピー。代表って書いてあるんですけれども。はい、ちょっと説明していただけますか。はい、えー。私、えー、っと、那覇の町で10年目。 腸セラピストを行っております。あのお腹の中の腸、うん、そのそれを揉むマッサージ屋さんです。<laughs> 平たく言えば。平たく言えば。はい、お店は、はい、えっとどのお店というか、はい。あのお店の方は、はい、えっと立花立花由ご存知ですかね。 多分みんな知ってるかと思うんですよ。ね、はい、あのセントラルホテルさんのところにあるうん、うん、リッカリカユーさんの隣に宝マンションってあります。うん、で、そこの7階の方でサロンをあのさせていただいております。と、はい、リッカリカユーは元三越の裏側ですよ、ねうん、はいそうなんです。ちょっとあの、うん、と市場からちょっと離れてるんですけど、はい、私も那覇町ファンクラブの会員です。はい、ありがとうございます。 そうなんですよね腸セラピーというか、まあえー、最近よくテレビとかでは出てるんですけれども10年前は誰も知らなかったんですよ、ね、そうですすねそう、はいあのー、今あの私は腸セラピストですっていうと「うん、ああお腹大切よね」とか「健康は腸からっていうね」とかいろいろな番組やテレビなどで言われてるので皆さんのご理解も早いんですけれどもうん、うん、当初は、はい バタフライの超セラピーとか私が上司でスーパーとってもすごいって意味の超セラピストって言ってるとかそういった勘違いはよくされましたそこから説明しないといけなかったので今はすごく楽になりました。説明がねそれでも 町から元気になりましょうっていうのもまあまあ分かるんですけれども、はいうん、実際にどういういことをやるんですか、はい、あの私たち私のサロンの方では、えー、まずですねカウンセリングを行って。 で超セラピーを私の方が施術をさせていただいてで私はあの国際薬膳師なので中医、うん、学をもとにしてそのお客様の体質診断をさせていただいてうん、うん、そのお客様のその時の状態に合う例えば、えー、とお困りのこと、えー、朝が起きられないとか例えばもちろん排便の悩みもあるしうん、うん、でこの排便が出ない便秘であるとかいうのもうーんとただ出すではなくてなぜ出ないかってい。 っていうのを私たちは突き止めるんですねで、そのけ出ない原因、えー、によって、えー、と体質改善をするための食材が違うんですよ<ー>、うん、で、薬膳を本当は皆さんに作って差し上げて、うん、食べさせてあげたいん、うん、けど私一人だから、うん、<laughs> 無理なので、うん、お客様には食材をお伝えすることで働いている方でも お昼お食事選ぶときに例えばですけれども貧血の方いたとしますで今まで冷蔵庫の中身開けてあにんじあるもやしあるチャンプルーだなって決めてたものを私は血が足りないからニンジンを食べようと思ってキャロットラペを作るとかそういうふうにしてちょっと意識をしていただくっていうことまでの指導を入れて。 えとセラピーをさせててもらってま,す、えー、そうまあ結構ね、えーとえー、こういうなんていうか<上>お腹の調子が悪い時は、うんうん、まあね よく隣のお,お友達だったりとかは、はい、これ食べなさいとかあれ食べなさいって言われるんだけど、そんどういう働きするかもわからないまま、うんうん、食べたりするんですよね。そうです、ね。でも人によってそれは効果的ではないと。うん、そうですそうです。よくあのわかりやすいのがテレビで。 バナナがいいですよって言った翌日バナナなくなるおからがいいですか私もやりますからねもちろんそれぞれの食材はそれぞれの効能があって優秀なんですだけれども私たちはそれぞれ年齢も性別も置かれている環境も違うのに、はい 全部がいいということにはならないから、まず自分を知るっていうことをやっていただきたくて。よくあのベロの方で絶心って言うんですけれども、体の中の内臓の状態がベロでわかるんですね。出てくるんです。で、それでやっていて、ね、あの、もうちょ、エンジェルタイムに来ていただければ。腸にいいこと、何でもわかります。何でも。何でも。多分えっと。腸にいいこと、例えば。 何ですか？腸にいいことあー、そうですね。あの腸にいいこと。私、うん、あの今これ聞いてるリスナーさんは女性が多いのかな？女性に向けて発信したいのは、うん、やっぱり血を作ることをやってほしいんですね。<ー>栄養なので、はい、で腸も栄養が入らないといけないですよね。うん、で、あのそれを踏まえて、さっきの人参もそうだし、プルーンでもいいし。 季節によよっても違うんですよ例えばアメリアさんが私のお客様だったとして1年間通ってらっしゃるけれどもそれでも春にああじゃあアメリアさんこの食材食べてください、はい、でも今秋なので秋のの食材をまたおめすすめするんででねね、うん、同じものはダメですよ、ねうん、季節によって私たちはあの地球の中の一部だから季節によって変わっていくものなのでそれによって腸内も変化してきますから。で それでその食材で全玉菌を増やしていただいてお腹も開腸お肌はツルツル髪の毛ピカピカになってほしいですでも結構いろいろと考えるなああめんどくさいとかと思うじゃないですかそれ簡単にできる方法っていうかなんかヒントあります普通の冷蔵庫を考えると普通の人が冷蔵庫にあるだろうっていう 食材で、うん、で腸にいいこと、いいことああ、そうですね。今私そう、さっきの地のお話とうん、うん、で腸に関して絡めるとしたら、うん、先ほど出ましたキャロットラペも簡単で便利なんです。キャ,キャロットラペ？ラペってわかりません。<laughs> フランス料理のあのものなんですけど。うん 要は人参しりしりみたいにして、うん、生これに生オリーブオイルと塩コショウにレモンで<ー>プラスワンで腸にいいことをするために干しぶどうを入れていただくとちょっとほんのりーサラダみたいなおしゃれですね。はい、それとかあと一番あのおすすめするのは、うん、お腹は絶対に温めないといけないんですみんな冷え性なんですよね。 お洋服つけてズボンもつけてるのに自分のお腹触ったら冷たいって多分感じてる方多いと思うんですよね、うん、でその人たちのためにまずこの真ん中を温めるっていうことでニニンニクご飯もおすすすめですあじゃあ1曲入れてからそのレシピも聞きましょうね <Okay. S 1> はいじゃあここで1曲ご半さらにお話を聞いていきましょう。<laughs> 引き続きエンジェルタイム親里奈々さんの話を伺っていきます。はいはいねええー、と超にいいレシピとかっていう話があったんですけれども、はい、えー、先ほどあのご紹介したのはニンニクご飯ですね、うんうん、これも本当にものすごい簡単だけど効果抜群でもなんかニンニクイコール臭いっていうのがそうですよね,ねうんでもね不思議なんですよこのご飯、うん 炊いたときはニンニクの匂いがする、うん、食べて吐いたときはニンニクの匂いゼロ本当本当大丈夫よ何聞くんだっけ <laughs> さっき言った 言った腸を冷やしたらいけないのでそうそうお腹を温めるまず胃腸を温めて入ってくるご飯をちゃんと消化できるような状態にする腸が元気になる腸が元気になる体が元気になる体が元気になる心が元気になるはみ合わせっていうことになります。実は今年も 町ゼミに参加していただくことになったんですけれども、去年はえっと去年と今年の講座また違うんですか。違いますね。去年はえっと薬膳をメインにしました。今年は腸にいいこと講座にします。でもそれその中でもやっぱり腸だけじゃなくて今えっといろんな説明を受けた通り、えっと腸元気するためにやっぱりいろんな食材取り入れたりとか。 とか,、はあ、かあの簡単な自分でできる腸のマッサージ方法だったり<ー>えと薬膳のお話だったり去年来てあのやって思ったことがやっぱり皆さんそれぞれ悩みのある方が来て、うん、で、えー、と質問をしたがるんですね、はい、知りりたいことやっぱり自分だからその方たちにちょっと合わせながら大きい手間だけ作っててとにかく腸にいいことをすべて教えましょうということで。はあ えと初めてこの「まちゼミ」っていう言葉を聞く方もいるかと思うんですけれども、はいはい、実は那覇は今年で2年目 2>、はい、まあえっ、ー、と講座無料講座ですまあ講、えーはい、座によってちょっと材料費はもちろんでますけれども無料でいろんなためになる話だったりとか聞けるんですよね。今回のさんの、はい、えと講座は、うん 私の講座の方は、うん、えっは今回はですね腸、うん、にいいこと講座のお話と薬膳茶とちょっとしたスイーツ、はい、薬膳菓子をお付けしてということで、えー、あと、ちょ,っと,しょ、うんえー、っと資料代をいただく形になっています。うんはいいや お得ですよね。今回、あの、三回開催する予定で、一応値段の方は千円になるんですけれども。それ以上のものが持って帰れると思います。私もそう思うんですよね。いいんですね。はい。じゃ、えっと、先ほどみたいに、例えば、簡単にできるなんか。そうそう、レシピと。レシピ。う教えてね。はい。で、あと、薬膳っていうとね、イメージも悪いのもあるんですけど、美味しいんですよ。 美美味味ししいいいのくなおばあちゃんがさ漢方薬とか飲んでた時を思い出してそれもあるけど今はちょっと私がお伝えしたいのはスーパーの食材でできる薬膳料理をお伝えしてるので日頃からまず食べれないとどうしようもないからどんなにいいものでも続かないけるのが一番。あじゃスーパーで買い物をしてそこからもう薬膳が始められるっていうそうだからスーパーに行くのも楽しくなりますよ 本当、うん。そうですだって、やっぱり、ね。くいきたいね。そう,いう,う,、ね、そう簡単に、体にいいものを入れられるようだったら。本当だね。やっぱりラッキーですよね。特には時間あんまり、みんな。ないんですよ、ねほ。ほとんど働いてるし。うん、でも簡単にできるような、なんかレシピ教えていただくと。うん 薬膳料理も普通の人たちも作れるかもそれを私も目指しててうん、うん、私自身3人の子供がいて仕事をしてでパタパタでもともとが富裕層なので、うん、簡単なものしかできないんですよ。<う>でちみ自体も簡単だから続いてて、うん、私自身も。 そうなんだ。なんかすごくいろんなことを細かくテキパキやりそうな雰囲気に見えるけど実はこうめんどくさがり。そうなんです。人間はじいちゃんと一緒らずですね。じいちゃんとそうだ。私たちみんなそう。そう。 うん、簡単に何かパパパッとできるようなもちょっとしたことでだけれども続けることによってやっぱり体って変わってくるし、はい、手間暇をかけて愛情をかけた分変わってくるので,で腸は特に早いんですね腸の変化はお肌に現れるので肌ツヤがだいぶ変わります,そ,す、ねはい、それ言われるんですよねんなんか便秘の方、うん、そうですそうですキビと言います。<laughs> ね、ブチブチそうですね。そうです。だからそれはわかりますよね、うん。そうそうそう。それが速い。そうですよね。睡眠不足とかそういう。そう。肌に一番。なんか中学生とかのお子様をうん、ちのお母様たちもお悩みになってていらしたり、今日の午前中のお客様もそうだったんですけれども、うんうん、はいあの場内を整えてもらってたらやっぱり減ってきて。 子供が笑顔が増えるんですよあの不適された中二病がなくなってニコニコってなるんですよでも中学生って一番気になる時期だからそうですよねいろんなもの塗ってみたり貼ってみたりするけどそれもそれでいいけど中からの話だからね大事ですねうん 中学生だけじゃないんです、大人も。大人もね、そう、お年頃はね、そう私たちいつになってもね、ね、青春だからね、はい、今ね、ピカピカの肌で生きていきましょう。ピカピカの肌でゆるために、腸のケアをしていきましょう。美味しいものを食べて。はい。 どうでしたっけ忘すぐに忘れる。何聞いてたの今まで？聞いてましたよ。良いツッコミあのちゃんと町ゼミ行かせます。そうです。そうですそのために町ゼミでぜひあの町にいこと講座来てください。はい。席がなくなる前に申し込まなきゃ。そうなんです。あのちょっとねえとサロンでやるので限定で来て六から八名なのではい入れる人数だけで。はい。 早物勝ちで申し訳ありませんということでね特別にまたまたか特別やってよとそういう声が聞こえたら嬉しいですねすごい素晴らしいはいもうこんな時間になりました最後の質問になりますけれども奈々さんにとって町は商店会は何でしょうかそういう思いが何かありますかあ 町側は私にとってはうんブです。なんでだろうね、うん、あったかい気持ちになるんだよね本当は知らないおばちゃんだけれどもかります、うん。だから楽しいし、うん、行きたくなるし。うんうん 年取ったら、そういうおばになりたいね。なりたいね。三人でまたこんなって四択しようね。なれるよ。認知症にならなければきゃ。大丈夫です。超鍛えれば、認知症にはならないので。認知症枠をじゃ、ぜひエフエム那で作ってもらう。そうですね。これからね。はい。元気に行きたいと思います。はい、では、ここでお知らせです。那覇町ファンクラブでは、那覇町を一緒に応援する会員を募集しています。 ホームページから入会の登録ができます。那覇町ファンクラブで検索してください。入会金年間費はいりません。ファンクラブの会員には毎月1回商店街、町ごはのお得な情報をメールマガジンで配信してます。もちろんお店の人も入会できます。みんなで那覇町を潜り上げていきましょう。 本日のななハマチ宝箱ゲストはエンジェルタイムおやざとナナさんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。Muchas Nuestra really invitada del día de hoy fue la señora Tonana Oyasato, que es especialista en masajes intestinales. A los que nos siguen en este programa les agradecemos haber compartido este momento con nosotros y los esperamos la próxima semana. Nos vemos. なはまちグッドニュースこのコーナーは町の中で起きているグッドニュースをお届けするコーナーですリスナーの皆様からのグッドニュースも受け付けております ノリノリさんこんにちは <laughs> こんにちは <laughs> ごめんなさいね今日はなんかたどたどしい進行でい,いえい,いえ楽しかったですよ、はい、さっきのトークも<笑><笑>ありがとうございます <laughs> なんとか後半にこぎつけまして <laughs> やっとノリノリさん出てこれましたはい、はい、オレンジマンさん大丈夫ですよ <laughs> <laughs> さて今日はどんなグッドニュースを持ってきたのはいはいはい、はい、さっきですね私ここのスタジオに 行く時にですね途中で私の知り合いの栄養士さんとお会いしましてですね栄養士さんがちょっと企画したものなんですけど子ども教室っていうあの<ー>食育みたいな子どものです、ね、自分で作って食べようとかですね <laughs> そういう教室をやるから来てねって言われたんですけど私の子供<れ>高校生だからダメだなと思ってですね <laughs> ちょっと大きいかな、はい、で味噌玉っていうのがあって味噌玉なんだろうなって思いながら今日これ持って。 たんですけどんなんとこれからご紹介するこのゲストの方に味噌玉関係がある人が来ちゃったね、はい、それで味噌玉って何って聞いたんですよさっき後ろで本当に教えてもらって簡単にインスタントでもうこのた味噌玉をカップに入れてお湯注ぐだけで簡単に味噌汁ができちゃうっていう全然私知らなかったんですけどすごい40年生きてて 初めて知りましたすみませんでもグありがとうございましたなんか今日はすごい道で会ったんでしょそう道で会った道で会った人に今日のゲストに関係ある話なんか運命を感じますなんかすごいですね今日は来てますねそうなんですよオレンジマンパワーが東京のあたりからちょっと来てるんじゃないですかねじわじわと来てます届てますさて今日は頑張っていきましょうえっと、今日もとびっきりのグッドニュースをはい、お持ちしたいと思います はい、お願いします。はい、本日のグッドニュースのお届け人は、えー、株式会社赤丸荘の松下真一郎。真一さんです。はい。すみません。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。<う>よろしくお願いします。連絡するわにもう。はい、練習するとあんま良くないで。練習すると良くないってことは。わかりました。すいません。はい、よ,しいしよろしくお願いします、はい。松下さん、今日はありがとうございます。はい、ようこそ。えっと。 えと松下さんの方からじゃあグッドニュース聞いてみましょうかはいグッドニュース何かいいことあったえっとですね先週も、えー、那覇の町ま愛したんですけどねその2週間前も那覇町ま愛したんですけどね <laughs> あ,のあまりにもその時美味しい店を見つけてしまって「お<ー>あの風見さん」っていう「海山味」って書いてあはい看板見たことあるそこでのお刺身がすごく美味しかったんですよ そうなの。今わかりました場所でしょ。はいはい。あのお魚屋さんなんだよね。はいもともとがね。もとがはい。だからすごくお刺身が美味しいのってわかる気がする。わあすごい。はい見つけた。見つけました。ハマっちゃいました。ハマった。それで二回行っちゃいました。二回も。え、週に二回行ったの。あ一週間に一回ずつ行った。 一周開けていきました。ありがとうございます。町側に来ていただいて。本当ね、お刺身以外何が美味しかったんですか。お刺身以外もです。えー、っとですね。まあ、お魚屋さんだったんで、お刺身メイン食べたんですけど。<laughs> はいはい、あとは、何食べましたっけ。 あのいろんなま店を回ったんですけどね。その時お肉屋さんまた別でお肉回ったり。したんで、うん、あ,あ、何軒かはしごしたの?はい。はい。あ、すごい楽しそう。赤丸そうなの食べるの大好きで。はい。<laughs> あ、そうなんですね。はい、赤丸そうの社員さんはみんな食いしん坊なの。食いしん坊なんですよ。あ、そうなんで <laughs> そうなんだ。それがなんかこう基本条件なんだね、社員のね。そうですね。えー、元気の源ですね。ああ素敵。超も元気そうだね。<laughs> <laughs> なんか、ねね、そうね、繋がってるね今日ね。すごい。えー、今日はじゃあそのあの松下さんといろいろこれからもっとなんかねいろんな告知もあるって聞いたので、お話お話聞きてはい出みたいと思うんですけど、うん、えっとこの会社では赤丸総さんってどんな商品を、はい 扱っはいえっ、ー、と創業68年になりましてもともとは,いねえー、はあのと噌と醤油から始まりまして今ではあの油味噌をメインに作ってますはい,はい,、はい。であとポン酢であったりドレッシングであったり、はい、えと土産屋さん向けの商品であったりうん、うん、居酒屋さんの商品であったりうん、うん、っていう商品がいっぱい,い 百アイテムぐらいですかね。百。は。全部覚えられなそう。<laughs> <laughs> 赤丸その油味噌さんは。油味噌さんって油味噌は。私大好きなんです <laughs> うん、うん。大好き。あ、本当お弁当に毎日入れてます。あ<ー>、ういいですよね。本当。ありがとうございます。ね、すごい人気の商品で、もう県民にも愛され。はい、でも、あの、町側のお店にもすごくたくさん並んで。 いますよね。やっぱりあの県産品をうまく商品開発に使ったりしているんで。はいはい、松下さんのお仕事はお味噌を作る人ですか。えっと、もともとは製造から入って。で、今ではあの商品開発と、あと通販の方もやっております。あ,あ、通信販売やったりしてるの、はい、会社の商品を、はい。あの、どうしても沖縄で買って。 えと持ち帰った時にうん、うん、次どこで売ってんのっていう問い合わせも結構あったんで<ー>じゃあもう直接そういったお客さんに、えー、あのお届けしようというあ<ー>素敵、はい、じゃあリピートして使っていただくファンみたいな感じがへす,す,、はい、すごいねファンが作れる商品をねこう、うん、作ってるっていうセクション なんで面白いですよあのやっぱいろんなお声がいただけるんで美味しかったねとか直接、今までだったら問屋さんにろしてたんですけど、うん、そしたらこの一般の方の、うんえー、お声が聞こえなかったりしたんですよ、うん、やっぱそういういコミュニケーションをとることができるんで非常に通販とかも面白いですね。 あ、そうか。なんかいろんな意見来ません。へこむ時ってないんですか。へこむ時ですか。なんか。いろんな声は出てくるよね。そりゃね。でもまあ、それも真摯に受け止め。これを。あれです。へこむ時は送った後に不在で戻ってくる時ですかね。ああ、届かなかった。せっかく綺麗に送ったのに。残念ですよね。 ええ、へーすごい。まあ、でも、そういう話聞いてると、なんだかこの社員さんたちと食べ歩きするのが好きってね、こう街を歩いて。わか,、ね、かる気がするね。うん、なんか、いろんな美味しいものを食べながら、またそこで。こんなの作ってみようか、なんて話になったりするのかな。そうそうはい、あの、ホームページでも、あの、料理レシピアップしてるんですよ。そうなんですね、はい。料理レシピって言うとこの、こちの調、し調味料を使って。使って、こんなのできるよって。 見てみましょう便利そう、うん、でそれ自分が作ってるんですけど <laughs> <laughs> 美味しいんだろうね美味しいです美味しいしです。<laughs> <laughs> 大丈夫そのために食べ歩かないとそうか <laughs> なるほどなるほどこれは投資だね投資です投資お腹も <laughs> お腹にね。ななさんにね、疲れたら揉んでもらおう。<laughs> あ、あそういうことね、なるほど。素敵ななんかね、お仕事をなさって、赤丸そうっていうところ。のや、なんか醤油とか、そんな風に、ね、有名だけど。そうやって商品開発をするね、いろんな社員さんの仕事があるっていうのが分かったんですけど。まあ、今、と、そう言って。まあ、会社の中では、もう。あれだよね、中堅。 はい、まあちょっと社長の次に偉いぐらいですかいやいや偉くないそんな,ことないです <laughs> でもあの専門学校卒業してからなんでそう、はい、もう10年18年ぐらいもうお仕事なさってるのそ,そ,、はい、そしたらもう何でも分かんないことは僕に聞きなっていう感じだよねそのリーダーシップをこれはちょっと生かしながらなんかイベントを今度率いてるっていう

全国から経営者の方が集まりまして、うん、全県外から1000名沖縄から400名で1400名の経営者活動会となっております、うん、すごい1400名入るところあるんですかそうですよね一応入るのかはい頑張って今やってます <laughs> <laughs> そのこの計画をあのの責任者やってるっていうことですね、はい、松下さんが、はい、うわすごいね仕事も忙しそうなのに、うん、この1000人の 皆さんをこうねこうおまねおもてなしするっていうのはすごいですね。ちょっとご苦労もたくさんありそうだけど、はい。まあその中であの那覇のち町迷もありますので、はい。嬉しいですね。あの一つなんか十十何個あるんだっけ。十四個ですね。十四個講座があるの。講座が十四個あって、ほらあの授業を子供にこう継承するとか、はいはいはい。うんう 新しいマーケットをさ切り開くために海外に行くとかさ、いろんなこのあのね勉強講座文化会っていう講座があって、なんと千葉の方に見ると高説千葉のアグに組合長と私豪華なラインナ私とオレンジマンが出演するコーナーがございます。天45名、なんと45名、そうなんです。これはですね、ちょっと私の方から紹介します。あの。 那覇 <laughs> 物語ってね戦後ですねあの闇地をねまずこうスタートにこのこのエリアの方からこう物流というかこの物のね生きかえがあって物資が足りない時代あの住民人々のためにこう商売をやってきたこの町をこう作ってきた人たちの歴史っていうことから始まってその後ほら 大英が来たり、ねうん、あの大きなスーパーがたくさん立ったり、うん、いろんなことがあってちょっとずつこうちょっと地元のお客さんが離れていったよみたいな課題が話されたり、うん、で最近はこの新しい公設市場に、えー、なんてこう、うん、建て替えする時にどんなふうに将来像将将来来像っていうのかなを夢見ていこうかっていうようなうん、うん、そんなところもちょっと話できたらなと思って。うんうん、で参加者がみんな 県外の人なんで、せっかくだから街も歩くかっつって、四十五人でね、どっとはいはい繰り出して、はい市場と水上店舗なんかを見て回ろうと思っています。一括ですよ。ですね。なんか長司さんの話も結構やりますよ。ドキドキ。いやドキドキ。なんかなんか。 悪いこと言わない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 言わな大丈夫です見に来てくださいぜひ行っていいですか相当見てください会員じゃないと入れないって聞いたんでもう特別席ではいご案内しますからはいもうこの地域づくりっていうテーマでねやるんですけど実は2日ぐらい前からこう募集が始まってるんですよ もうなんかもう半分以上埋まっちゃってこの人気大人気じゃないですかはいもう十四ある中の一番いい一個だけはいもう多分今日の夕方ぐらいには大バ大バになっていくはいあーすごいすごいちょっと 緊張してきますね。<laughs> やっぱりみんな中町ん、ね、あ、はい、の街を。みんなの街をね、やっぱり見たいっていうのをね。そう、組合長ね、話を聞きたいっていうのもあるんでしょうね。<laughs> 面白いね、この講座になると思います。うんうんね、はい。ね、こういう風になんかこう、バスの手配からね、この空港のお出迎えからね。えっ、ー、と、なんだっけ、この食事会のメニューのね。 あれからねも,ものすっごく昨日も出所会もやってまた食べに行きますま食,べ <laughs> 食べ食べですねもっとだ食べてばっかり本当にすごくね細やかにねおもてなしを考えてこれでもかこれでもかってご準備を何何ヶ月前からやってたんですかそうですねもうこれも約2年前からあそうはい11月にやるこの、はい このイベントの2年前から準備してるすすか、はい、すごいよね,ねもうこれすごくあの貴重ないい体験になりますね、うん、あの参加する方たちお得ですよお得ですか本当に。はい、まだあの沖縄からの参加には少し余裕がある、はいはいね、あと数十名だと思うんでもしねあのこれちょっとこの話もう少し聞きたいなっていうことがありましたら。 えー、沖縄県中小企業家同友会までお問い合わせください。<laughs> 電話番号は。ゼロ九八八五九六二ゼロ五。ゼロ九八八五九六二ゼロ五です。経営に興味がある方がいいですよね。はい。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。うりというので、あのー、全国大会っていうのをね大、大事な責任者にもなってるんですけど。 また最近、何かもう一つ、会社絡みのイベントもあるって。会社のイベントがございます。またニュースを持ってきてもらえるということで、何でしょう。えっとですね、来月の十九、二十日、二十一、大野山の方で産業祭りがあります。はい、楽しみ。恒例のね。恒例の、で、去年は残念ながら台風で。そうだった。はい、なかったんですよ。そうですよね。で、赤丸荘、名物、豚汁そば。 っていうのは作ってるんですけどね、勝手名物つけたんですけどね。すごい。これは赤丸荘のお味噌でできてる。赤マルソ味噌でやって県産の豚汁のおそば。美味しいそう。美味しいです。いつも行列ができるんですよ。そばって沖縄そば。沖縄そばです。あー、美味しそう。美味しそうです。でもさ、あの本当に早く行った方がいいよ。あ、そうなんです。うん。あのちょっとうっかりしてると、もうね売り切れなの。あの赤丸荘売り切りが得意なんで。 売り切りも、う全部終わったらおしまい。松下さんも一生懸命ね、店頭で作ってますよ。最終日は50円多分売り切れると思いますので。わわわ。かりました。早めに。早めに。本当ね。早めに。ぜひラジオの聴きの皆さん、あの赤丸総さんの名物豚汁そばご試食になりたい方は一杯が1500円かな。一杯500円で販売しておりますので、ぜひお早めにお越しください。 テントではいろいろグッズも販売してるんです。商品もはい販売してますので。あはい、今あの一応市のグッズなんかも,あ,、えっと、みそもあのみそも、ね、特売で出しますので。そうなんだ。はい、<ー>こちらの方も数量限定ですごい人気で。ね、ちょうど味噌が切れるんだよね。うん、行ってみよう。ぜひぜひ。ぜひぜひありがとうございました。でもねあのさっきから街の中よく来てますよね。これが実はですね松下さんってご出身がどこなんですたっけ。 出身,出身地は鹿児島なんですけど実家のお店っていうのをやってまして自営業をやってまして<い>でそこのお店があの公設市場近くの足立屋さんの向かいの梅干しとか売っている乾物売っている松下職員ってとこなんですよ。はい <laughs> 乗りださん知ってますよね。知ってますよ。もうそこだったんですね。フィールドの中ですね。フィールド。はい。え、そこでは今でもあのご両親がご商売なさって、はい、販売しております。一応品は梅干しです。そうなんだ。なんかコラボとかしないですか。ああ、コラボですか。コラボそうですね。まだ考えてはいないんですけど。なぞっと梅干し。うん。

うっすら見えたところで <laughs> 楽しみだから街の中のことも結構ね昔子供の頃から馴染みがあるということで応援してくださっているということでファンクラブの会員でもありますい松下さんどうぞこれからもよろしくお願いします,しします今日のグッドニュースのお届け人はえ赤丸層の松下真一さんでしたえっ、ー、と何か。 付け足したり言い残したことはございませんか <laughs> 言い逃したことですか、うん、あのぜひ美味しいお店を紹介してほしいなと思って逆に<っ>行きたいなた街番の中でね、はい、オッケーお任せ放送終わったらね、はい、<laughs> どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました FM Naha. Your radio station. さてここで那覇市町中振興課よりご案内です。のりのりさん、はい、よろしくお願いします。那覇町振興課からはみ三、えー、つお届けします。那覇市都市計画課の主催になっているんですが、交通からのクールチョイス第十二回那覇モビリティウィークカーフリーデーのイベント開催についてです。はい。九、はいえー、月二十三日日曜日十二時から十七時五時までですね。天部住まい広場にて開催予定となっております。 今回第12回を迎えます那覇 h、えー、モビリティウィークカーフリーデー、うん、まあ交通の視点から地球温暖化対策に取り組んでみませんかという意識啓発のイベントとなっております、えー、当日は公共交通にもっと親しみを持ってもらえるようなクイズとか塗り絵、うんうん 快適なと北間を作る日傘、まあこれ中古傘なんですけど、の無料配布もあるそうです。ええ、また公共交通を代表して、ゆいレールさんだったり、バッターバス島さんからも。モノレールやバスに関するパネルの展示も予定されておりますので。国際通り天武洲前広場へ遊びに行かれてはいかがでしょうか。うはい、車に乗らないで。そうですね。過ごしましょうという習慣ですね。はい、そうですね。あ,あ面白そう。はい。た、車を置いて、出かけてみましょう。はい。はい。 ね二点目です。はい、はい。第五回那覇市健康ウォーキング大会ひやみ勝ち那覇ウィーク2018の参加者募集についてです。はい。え十、ー、一月十一日日曜日午前七時から五時まで十七時までひやみ勝ち那覇ウォーク2018が開催されます。開催にあたり参加者を現在募集中です。えー、申し込み期間はですね九月一日土曜日から十月十二日金曜日までとなっております。えー、参加料は 事前申し込みの場合は大人1000円ですね、うんうん、高校生以下は100円,100円65歳以上は500円で幼稚園以下は無料となっているそうです。<ー> 詳細詳細についてはですね大会ホームページを参照くださいなんかコースは八コースあるんですよすごいたくさん人が歩いてましたよそうそう去年ねそうなんだ八コースあるんだそれぞれ距離も違うようなんですけどコースによっては今おっしゃったように町がエリアを回るものもあるんですはいで町がエリアを回るコースは当日 ゼッケンを見せれば、なん,なんと、なん,なんと壺屋焼き物博物館の入館料が無料になる <laughs>。お得だね。はい、特典もあるそうですよ。<ー>まあ、間違えりあのコースのみなんですけどね。はい、はい、ぜひ歩きながら、町側の魅力を発見してみてはいかがでしょうか。か楽しそう、楽しそう。はい、じゃ三つ目です。はい、はい、専門学校、えー、那覇日経ビジネス主催のですね。新たな魅力発見プロジェクトの開催についてです。うん、はい、専門学校生がですね。企業実習を行いながら。 リサーチ活動を実施して学生目線で新たな魅力を発見企業へご提案するという目的,を目的とした企画「うんうん、新たな魅力発見プロジェクト」がですね9月28日金曜日14時から16時半まで、うん、テンブス那覇4階のテンブスホールにて開催されます。<ー>えー、今回は国国際際通通りり連合会さんの協力を得まして商店街にある 9つの企業さんへ地域活性化の視点も含めたですねうん、うん、販売プロモーションのプレゼンテーションを日経ビジネスの学生さんが行うそのです。プロモーションのはいプレゼンですね。プレゼンはい学生の頑張っている姿や企画提案内容を聞いて経営のヒントに繋がるかもしれません。ぜひご興味持たれた方はプレゼンを聞きに行かれてみてはいかがでしょうか。 でこれ普通の企業の人見に行っていいんですか？大丈夫です。あ本当？この9個の企業じゃなくていいの？あじゃなくても大丈夫というのは聞いております。はい、興味を持たない方かどうぞと。なんか面白そうですよね。そうですね。やっぱりさこういう若いとかさ学生さんの発想って絶対真似できないっていうか生まれないんですよね。硬い大人の頭はね。そうそうそう。そうなんですよね。楽しみでね。はい。 うもう明日じゃ、明日、来週の金曜日だね。そうですね。9月の二十日だそうです。テ天物ホールです。はい。はい、すごい。楽しい。催しが目白押しの、今年、今月、9月でございます。はいはい、ここで、メッセージの募集を。あはいはい、はい、お願いします。はい、えー、リスナーからさん、ね。あ、リスナーですね。ツーツーリズムさんから。お便りが来てます、えー。オレンジマンさん、皆さん、こんにちは。 東京のツーツーリズムです。沖縄は大好きなんですけど、なかなか旅行に行けません。毎月届くメルマガ、メールマガジンとこの番組の YouTube で視聴で沖縄を楽しんでいます。去年のツーリズムエキスポでももらった、えー、トートバッグ使ってますよ。これからも頑張ってください。すごい嬉しい、ね、嬉しいですね。<laughs> ツーツーリズムさんありがとうございます。<laughs> トートバッグもね。<laughs> 使っていただいて私たちも使ってますよ。おそろです。今年はツーリズムエキスポに実はオレンジが張り付いてブースにいる、そうなんです。今日いないんですよ。で、あの那覇町のブースにいらっしゃるとこのオレンジの T シャツ目印、あの尋ねて行ってみてください。ぜひあのお話できると思いますよ。はい。なんかもうそのそろそろ時間。

はい、那覇町ファンクラブでは読まれないこともありますが、<laughs> 皆さんのメッセージお待ちしております。YouTube にもあのメッセージ後先画像載っていますが、780 at mark fm naha n a h .jp 780 at mark fm naha .jp までメッセージをお待ちしております。さて。 モノレールの曲が流れてまいりましたモノレール三重橋駅で降りるとその先は沖江通り駅前広場の向かいには FM 那覇のスタジオがありますどの番組も見学自由見学の後は那覇の町側でお買い物お楽しみくださいそれではそろそろお別れの時間です <laughs> 町側魅力派再発見那覇町ファンクラブこの番組は 那覇町川連携プロジェクトの提供でお送りいたしましたそれでは皆さん来週はオレンジマンよ <laughs> 帰ってきます <laughs> また来週さよなら <laughs> 那覇町に来てください <laughs> お土産楽しみにしてますオレンジマン隣の席の あの人よ、ね、かった皆さん